燃えてる。ここは最終試験場ですね。なんかトンネルに入って何かをするっていうことを話してた気がするんだけど、バーニーって君かい？ファイヤーブリーザー志願者を検知。はい。キットチケットを発行。装備品を回収してください。了解。装備品ディスペンサー。試験ブリーフィング。ヘルメット。テープ発行。はい。よし。お、10ミリ弾も発行される。せっかくだから、スコーチ、対スコーチトレーニングピストル。ファイヤーブリザード。まんま消防士じゃないか。で、あ、そうだ、武器もね。対スコーチトレーニングピストル。スコーチへのダメージが 25% 増加。それ以外は 20% 減少。装備品への血液の付着は推奨されません。はい。厳しいですね。あ、狙いやすいや。よし。これで私もファイヤーブリザード。あー、これ見ながらやりたいけど、狙いづらいんだよな。では行ってまいります。ここに行けばいいのかな？ワクワクしてきた。今回からコントローラーでやっていきたいと思います。今回スコーチが大量に出てくることが予測されます。だから（笑）これで対スコーチ、このハンドガンでバンバン行きましょう。あれ？もしかして下か、あそこか。急に動き出しそうだな。おー、これは生きて帰れるのか。そして燃えてるからやっぱりこの装備で正しかったのかもしれない。うわー、雰囲気あるな。ものすごい暑そう。何が燃えてるんだろう。洞窟の中ってそんな燃えやすいものあるのかな。 あ、ティモシー・ウルフ、サブマシンガンだ。気の毒だ。連射系の武器は楽しいんですけど、あの弾の消費がかなり激しいので。びっくりした。コントローラーだととっさに振り向けない。例えばボルト76の設計図を手に入れたから、もうボルト76ジャンプスーツはシルベスターテイト、スコーチスレイヤーの日誌に、もうボルトの服は捨てていいと。ちょっと待って、一応どこかで拾ったかな。拾ってないですね。聞いてみようか。リーダーさんよ、ティムとアンドリューは死んだぜ。これから一体どうすりゃいいんだ。はい、静かにして。録音中よ。エントリー2、ティモシー・ウルフとアンドリュー・ローズがスコーチの群れにやられた。残った者たちは命からがら逃げ延びたけど、メロディー・ラーキンはこの試験の危険性を過小評価していたように思えてきた。確かに。間違いない、こいつは自殺行為だ。俺は引き返すぞ。ダメよ、一緒に来てもらうわ。何のために一人ずつ殺されて全滅するのを待つのか。俺は嫌だ。サイ、いいこと教えてあげるわ。農場でスコーチとの戦いを始めて以来、あなたはずっと臆病だったわ。そのせいでティムとアンドリューは死んだのよ。一体何の話だ。マックス、彼を見たの。スコーチがトンネルを通って押し寄せてきたとき、私たちは完全に包囲されたわ。ティムとアンドリューはその場で踏ん張りながらサイに援護を頼んだの。でも彼は逃げた。そのせいであの二人の脇はガラ空きになったわ。彼らがやられたのはそれが原因よ。脇がガラ空き。二人ともやめて。連射できるこれ。好きにすれば。でも帰るときは一人よ。帰り道の安全も保証しないから。それから仮に無事帰還できたとしても、もうこの舞台には絶対に戻れないから。
ズ。どこ？俺は関わりたくない。俺はここから出るぞ。本当に彼を行かせるの？リータ、そうよ。彼がいない方がやりやすいでしょ。これは出て正解。こんな試験、しかも成り立てというかこれからなるという人たちにさせることではないよね。これより前は地雷圏を走ってもらうっていうことを言ってたから、この教官はあまりまともじゃないのかもしれない。感情論でいろいろと片付けてしまいそうな、気合があれば何でもできるタイプの人ですね。楽しい、この銃撃っててものすごい楽しい。その振動がやっぱあると撃ってる感じがしますね。ボードゲーム。よーし、チャレンジ1個達成。よし、これだったらわりかし外しても2発目で当たってくれる可能性があるので。なんでスコーチはこの暑さに耐えられるんだ。かなりジャンクを拾ってるので、もうその保管庫がいっぱいになってしまって、で全部解体したり悪くにしたりして、いろいろその容量を空けました。やっぱり800だと全然足りないですね。マキシン・バラード。あ、スコーチ・スレイヤーの日誌さん。ヘントリー3、シルベスターはしばらく前にチームを去った。そしてその直後に彼の叫び声が鉱山中に響き渡るのが聞こえた。残ったのは私とリタだけ。困難な状況の中、私たちはどうにかこうにかビーコンにたどり着いた。ひとまずの目標は達成ね。あのビーコンを作動させたらどうなるのかしら。わからない。ここからどうやって抜け出すか。メロディー・ラーキンが次の指示をくれるはずだけど、ここにただ突っ立って待つわけにもいかないわね。作動させましょう。これで何が起きたんだ。生きて。マックス、援護するわ。もし生きてここから出られないなら、いや、これだけは言っておく。あなたと一緒に戦えて光栄だった。それはこっちのセリフよ。スコーチにファイヤーブリーザーの強さを見せつけてやりましょう。そっか。報酬が解除されました。かわいそう。こんな、なんというか、こんなやる、こんなことをする必要はなかったんじゃないかっていう。これから、その、ウェストバージニアを再建していくために、本当にこの、過酷な環境を体験する必要はあったのか。もうここは何にもなさそうだ。ただ謎の鉱物と大量のスコーチに出会っただけで謎空間でしたね。でちょっとそのあれ目的を見失いそうになってるんですが、最終試験ブリーディングホロテープを聞くっていう、これ忘れてた。これだ。最終試験にようこそ。うん。俺はハンク・マリガン、ファイヤーブリーザーの副隊長だ。試験の方法はシンプルだ。鉱山の底に行って緊急用のビーコンを起動させたら戻ってこい。なるほど。要するにスコーチが救う生き地獄から無事生還するだけでいい。
無茶を要求しているのは分かっているだけでいい。だが他の6人の期待に応えられるかどうかを試さなければと。録音できてる？はい。ええ、赤いライトがついてるから録音できているはずよ。これが第一章か。私はマキシン・バラード。マキシン、スコーチスレイヤーさっき死んでた。これを録音しているのはベルチングベティ鉱山での最終試験に関して記録を残しておくため。どの試験のことだ？ああそうね、ファイアーブリーザーの最終試験の記録。私たちは鉱山の中に入り、緊急用ビーコンを発見してスコーチに目を見る。朝飯前だね。どうだかな。だがそんなに簡単な試験なら他に合格者がいないのはなぜだ。俺たちとは違うからな。これ入り口じゃないか。工場でスコーチを買っているんだ。あれ戻ってきた。やつらも一緒じゃないのか。勇気を出せよ。ちょっとみんな協力してよ。この男性陣はすぐ死ぬ。スコーチスレイヤーズ準備はいい？仕事を始めるよ。そしてパート2で男性陣が全員死んで、パート3で一番奥にいる女の子2人が倒れてるっていう。地獄だな本当に。でさっき奥まで行ったんだけど何にもなくて、多分ログをホロテープを聞いてなかったから。あ、マーカーがさっき行った時は何にもなかったけど出ましたね。あちちち。よし、これでビーコンを。避難者発掘成功。戻って試験を完了してください。はい、さっきまでいなかったのに。あの人たちはこれを押して大量のスコーチに囲まれて、それで亡くなってしまった。気の毒だ。本当に気の毒としか言いようがない。バーニー、あ、パワーアーマーだ。あれさっきあったっけ。全試験完了。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。オリエンテーションホロテープを発行します。はい、チャールストン消防局へ進んで登録をしてください。はい、聞かないとね、ちゃんと。志願者よ、また会ったな。そしておめでとう。これを聞いているということは、これ持ってっていいんですか。お前もめでたくファイアーブリーザーの一員だ。チャールストン消防局に戻って現隊長に正式な隊員として登録してもらえ、そうすれば内部用のコンピューターシステムにアクセスできる。それが済んだら隊長から最初の仕事を与えられるだろう。だが急げよ、グズグズしている暇はないぞ。それからファイアーブリーザーにようこそ。はあ、これレベル高すぎて装備できないって言われましたね。じゃあパーツだけ持っていきますか。フレームは無理っぽいので。パワーアーマー、ステレングスとあらゆるタイプのダメージ耐性を追加させ、落下ダメージ、 OK。 フォーと一緒だ。おー、やっぱフォーからのこのパワーアーマーに来てる感が出てきてる。この演出はかなりいいですね。でこれ着たことで、さあタイタンフォールをしよう。大げさなんだな今の高さ。そんな高くなかったのに。あ、スタミナ切れた。これは高いぞ。ドーン。よし、さあ消防署に戻ってきましたね。これでまたターミナルに登録すればいいんだね。新規ファイアーブリーザーを登録。優先メッセージ、設計図アーカイブ、タイスコーチモッド。お、すごい、支給された。10ミリピストル用だね。
登録が終わって今度発信室に行かないといけないんだ。 OK、 これかな。未解決のサポートコールが80万件あります。1件の優先コールがあります。アクセス中。80万件。マリア、メロディ、誰でもいい。ご飯食べよう。こちらマリガン、ようやく着いたぞ。俺は今世界の頂上のすぐ外にいるんだが、この状況を変えられるかもしれないものを見つけたんだ。どこで手に入れたかは聞かないでくれ。ここに早く応援を送ってほしい。世界の頂上って余った銃で一番いいもの、なるべく早くにこの周波数で応答してくれ。マディガン、通信終了。はあ、クリアした。マディガンの足跡を追う。世界の頂上って前にあれだよね、あの全レーダーに次ぐっていうそのメッセージを聞いたところだよね。 Into the Fire クエスト完了。キャップが全然たまらないんだが、そういうものなのかな。ステムパックヘビーメタルアーマー左足やった。レベルが上がりましたね。フィッシングリンク。マディガンに何か起こったのかを調べて、スコーチとの戦いで重要となる彼の任務の続き。 OK。でこのパワーアーマーをちょっと どっかに。世界の頂上だよね。世界の頂上ってめちゃくちゃ遠い、前に空港に向かってた時に通ったところだ。こっからこの辺から出発したんだっけな。この辺だ。この辺から出発して、でこう来て、でこう行ったんだ。でまた謎のここに飛ばされて、でこう行って、また同じところを通ってここに行くという。うん、ではせっかくだからこの辺のやつやってしまいましょうか。